スノーマン目黒蓮、娘役、泉谷聖奈が撮影したオフショットが話題、素敵すぎる、もう娘を見つめるパパ、海の始まり。ドラマ映画プロデューサーの村瀬健志が5月20日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系月9ドラマ、海の始まり、7月スタート、毎週月曜夜9時、のオフショットを公開し、反響が寄せられている。村瀬健志、目黒蓮&風間大輝監督との3ショット公開この日、村瀬氏は、海の始まり、撮影現場で海役の泉谷聖奈、ラナ、ちゃんが撮ってくれた写真ですと綴り、砂浜で目黒蓮さんと風間大輝監督と談笑していたら、カメラを持った星名ちゃんがちょこちょこっと近づいてきてパシャッと撮ってくれました。良い写真、星名ちゃん、ありがとうと投稿。海の始まり、で目黒の娘役を演じる泉谷が撮影した、目黒と風間監督と村瀬氏の3ショットを公開した。